YouTube チャンネル始まるよ。シャキュッ。キッチン汚れ防止シート中レンガ調 A タイプ中国製。はい、こんにちは。今日ご紹介する商品は壁用キッチン汚れ防止シート中国あじゃなくて汚れ防止シートレンガ調 A タイプ中国製です。ちょっと縦に入らないんで斜めで失礼します。タイルやステンレス壁の油や水分の汚れ防止に米粒子ドカベ、化粧合板、ガラスには使用しないでください。壁面を傷める恐れがあります。1、お手入れ簡単、汚れても拭きやすい、シワになりにくいから綺麗に貼れる、ガスコンロをすっぽりカバー、2ガスコンロねすっこりカバーします。米印使用場所のサイズをご確認の上お買い求めください。透明粘着式1枚です。じゃあ詳細見てみましょう。いよいよ一着いく。まず壁用キッチン汚れ防止シートレンガ調タイプ中国製です。 A タイプ。特徴、キッチンのタイル面ステンレス製の壁に貼るだけでキッチンの壁につく嫌な汚れを防ぎます。ポリエステルシートですので貼りやすく剥がしやすいシートです。米印、使用方法は実践にて動画にてお見せします。こんな場所には使えないっていう、壁面には使えないっていうね。化粧板、合板、壁紙、ガラス、木の壁、土壁、素焼きタイル等のザラザラや凹凸面には使用しないでください。壁面を傷める恐れがあります。品質表示、材質ポリエステルフィルム、サイズ約縦45センチ、この横が60センチです。じゃあ実践見てみましょう。いよいよ一着。実践です。壁用キッチン汚れ防止シートレンガ調、中国製使いたいと思います。はい、開けて、結構綺麗なレンガ調ですね。大きさ全体です。こんな感じです。あとハサミ、ちょっともう印つけてますけどカットします。自分のねお好きなサイズまたは1枚貼ってください。1枚まんま。はい、こんな感じ。貼れました。貼れましたじゃなくて、切りました。あと、セロテープ。セロテープを、裏表に、シートの裏表に貼ります。次はですね、壁を拭きます。貼りたい場所の壁を拭きます。そしてあと次には水を拭きます。貼りたい箇所を拭きます。さっき裏表にテープ貼ったやつ、こんな感じでめくれます。そしてここにもスプレーします。そして合わせて、こんな感じで貼りますね。ちょっとスクレープあったら、ゴムベラでもなんかヘラあったら、空気抜くようにして貼ってください。
はい、こんな感じです。はい、いかがでした？じゃあまた次回見てください。シャッケーキュッ。はい、エンディングです。いかがでした？今日もタイル1枚、6枚目ですね。6枚目のタイル使います。じゃあこれもね、いろいろおしゃれです。 DIY になるんで、ぜひおしゃれに、あと汚れ防止ね、貼ってください。これも良いんで、良いと思います。良い良い。グッド評価、バッド評価、グッドバッド、コメントお待ちします。チャンネル登録、こちらいつもありがとうございます。過去の動画、こちら貼っておきます。よろしくお願いします。じゃあ課金課金ダブルカッコわら、はい、こちらキシャキマン、ちょっと YouTube は入らない、バイバイシャ、バイバイキング&クイーンキングキング、課金チキ安いぜ。風邪コロナに気をつけて、手洗いうがい、花粉症にも気をつけて、また時間もください。シャキュー。Ha ha ha ha!